マークを振り切った。あっとこれはナイスブロック、チームを救うプレーです。これは危険な場所です。フリーキックですが壁を越えて直接ゴールを狙えます。これではキーパー動けません。壁の位置を見てあえてキーパー側を狙ってきたようですね。セーブされる可能性もありましたが、こうして見事に決まっています。さらに点差を広げたことで監督の表情にも